フレデリック・シー・デイビスは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。エドサル級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、真珠湾攻撃で戦死した海軍パイロットのフレデリック・シー・デイビスにちなむ。フレデリック・シー・デイビスは1942年11月9日に、テキサス州オレンジのコンソリデーティッドスチールで寄港する。<スロー>1943年1月24日に、 ドロシー・エイチ・ロビンズ夫人によって命名、浸水し、1943年7月14日に、艦長、OW ・ゴプナー少佐の指揮下収益した。フレデリック・ C ・デイビスは1943年10月7日に、ノーフォークを出港し、アルジェへの船団警護に就く。北アフリカの港及びナポリカンの船団護衛任務を命じられ、11月6日には、 初めての敵機による攻撃を受ける。魚雷と爆弾の波状攻撃により、戦団の3隻の船が損傷したが、護衛部隊の対空射撃で敵機は撃退された。11月26日に再び空襲を受けるが、フレデリック・シー・デイビスは少なくとも敵機2機を撃墜している。その後も地中海西部で戦団護衛任務を継続し、 1943年12月16日には、ドイツ潜水艦 U-73 への攻撃に参加している。1944年1月21日に、フレデリック・シー・デイビスは、ナポリを出港、アンツェを上陸作戦に参加する。同作戦での功績によりフレデリック・シー・デイビスは、主君部隊賞を受賞した。翌22日には、 支援艦砲射撃を行う艦艇に対する潜水艦や航空機の攻撃を防御する任務に従事した。その後はナポリでの短期間の補給以外は包囲された上陸拠点からの偵察を6ヶ月間継続した。フレデリック・シー・デービスはドイツ軍の無線誘導爆弾を妨害するための機材を搭載し、多くの敵機による空襲を退け、陸上部隊に対する補給の支援を行った。 この苦しい戦いの中、敵の沿岸砲台からの砲撃を受けたフレデリック・シー・デイビスは、わずかな損傷を受け、1名が負傷した。1944年6月及び7月には、地中海での戦団護衛任務に帰還し、8月9日にナポリを出港、コルシカ島に向かい南フランスへの攻撃地点に移動した。ここでも、再び無線妨害の特殊任務に従事し、 作戦の司令官であるカトクティンを護衛した。その後も攻撃水域に止まり対戦紹介及び海上輸送式を9月19日まで行い任務を完了するとオーバーホールのためニューヨーク海軍交渉へ向かった。オーバーホールの完了後1945年をはじめに西大西洋での任務に復帰する。フレデリック・シー・デイビスは沿岸での護衛任務と 対戦紹介を4月半ばまで特別会場、護衛部隊と共に行い、シュノーケルを装備した U ボートの脅威から戦断を護衛した。1945年4月24日、フレデリック・シー・デイビスは U-546 と遭遇する。護衛駆逐艦が攻撃体制に入る前に敵潜水艦は魚雷を発射し、それは左舷前方に命中した。5分後に、 船隊は分断した。船隊後部が損害は少なく、乗組員は浮力を維持しようとしたがそれは失敗した。115名が戦死し、生存者は彼を放棄した。彼らは3時間以内に救助された。U-546 はフレデリック・シー・デイビスの領管により撃沈された。フレデリック・シー・デイビスは第二次世界大戦の先行で、 祝文部大賞及び4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。